皆さんこんにちは。こちらはトリオ KA7500 です。発売は昭和50年、当時の値段は89,800円でした。当時のトリオは山水やパイオニアとともにオーディオ御三家と呼ばれていました。このモデルのスペックは次の通りです。歪み率や SN 比はこの時代の標準的なスペックです。ダンピングファクター30は半導体アンプとしては低い数字です。前回はこのアンプをオーバーホールする様子をご覧いただきました。このアンプには大型のボリュームが使われていました。これだけ立派なボリュームはあまり見かけませんが、実際の性能はどうなのでしょう。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。早速測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。わずかに低域がドロップしていますが、下調域でほぼフラットです。ということはこのアンプには音色がありません。定格出力までフラットですから、下等応答も完璧です。歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。ブルーの太い線が今回のアンプです。なかなか優秀です。80年代のアナログアンプと遜色ありません。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。 1W で 110dB あります。現代の CD のソースに余裕を持って対応します。ダンピングファクターを見ていきます。だいたい60あります。カタログスペックは30でしたから倍の性能です。ダンピングファクターは40あればスピーカーをつないで音が変わることはありません。巨大なマスターボリュームの性能はどうでしょう。ギャングエラーはすべての範囲で 2% 以内に収まっています。可変抵抗器は絞るとエラーが増えますが、これは問題ありません。素晴らしい性能です。こちらはボリュームのメモリと実際の減衰量の関係です。これも正確です。このボリュームは可変抵抗器の中でトップクラスの性能でしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースをアンプに入れて出力を録音したものです。アンプにつなぐ負荷は 38cm ウーファーの JBL-S3100 を使いました。アンプには音の違いがあると言われていますが、聞き分けできるでしょうか。今回は本格的なブラインドテストを用意しました。3曲お聞きいただきます。1曲につき最低1箇所音が変わっています。 A が難しい場合は B でも結構です。耳に自信のある方はチャレンジしてみてください。それではどうぞ。
古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくて。Friend、コモデピも一緒。いかがでしたでしょう。似たようなテストを以前真空管アンプでやりましたが、今度はそう簡単に当てられないと思います。おそらく合格者は出ないと思いますが、もし合格できたらアンプの音を聞き分けできたことになります。このアンプは75年に登場していますが、性能は80年代の製品と大差ありませんでした。アンプの性能が横並びになって音に違いがなくなってくると、増幅の精度や正確さが重要になってきます。このアンプにはとても精度の良いボリュームが使われています。このアンプを設計した人はボリュームの精度と正確さがアンプにとって重要だと考えたのでしょう。トリオ KA7500 は現代でも通用する優れた性能のアンプです。オーディオアンプは趣味のアイテムですから見た目も重要です。このシルバーの外観には精巧なイメージがあります。2連のアナログメーターと感触のいいボリュームコントロールはこの時代のトリオならではの魅力です。ご視聴ありがとうございました。